おまけのピンバッジ、おまバッジちゅうことでね。何なんだろうこれ。わかんないんで。マジでわからん。マジで何の意図で作られたものなのかわからんな。伸ばしっぱなしにしてどうしろって。こうやってぶら下げておくってことは、ちょっと長くなるよキーホルダーがってことかな。うん。長くしても短くしてもぶら下げられるよってことかな。これね、結構お気に入りで目について速攻で買ったんですけど、スパロボみたいじゃないですか、ストームトルーパーピューピュー、かわいい。これもね、かつてないほど笑顔のジャバ様に惹かれて買っちゃったんだけど、こんなに楽しそうなことある？こんな世界観があってほしかった。あ、こいつらのうち何人生き残った？後ろのボバフェットは生きてた。こいつギリギリ生き残ったんだよ。食われた後に這い出てきて。で、まだやってる。まだその謎を解き明かそうとしてる。多分ですけど、何も考えてないと思う、作った人、これ。で、これがガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのタワー・オブ・テラーのピンバッジ。うん、これも向こうでしか多分買えないでしょうね。向こうにしかないアトラクションなんで。それがさっきのやつと連動してるんですよ。同じやつってことですね。そうそうそう。これの中の一つがこれってことでしょ、うんうん、そうなんですよ。で、タワー・オブ・テラーってさ、基本、ホラー的な風味の飲み物。はいはいはい。イメージあります。ところがね、ガーディアン・オブ・ギャラクシーバージョンになるとコメディーなんだよね。へぇー。むちゃくちゃ絶叫マシンなんだけれども、むちゃくちゃノリノリの曲かかって。へぇー。で、みんなはちゃめちゃしてるから笑いながらぶん回されるみたいな。それがギャーって叫びながらもう年中が出てくると笑っちゃう、うん、だからすごい面白いアトラクションこれ。でこれもお気に入りなのね。ハグ Do you need a hug? いらないです。Do you need a hug? しかもこれはどういう意味なのかな。ハグしようかって言ってんだ、うん、それ誰？これはガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのムキムキマンですね。あ、あいつか。うん。あいつ何の名前だっけ？ドラッグス。ナイフ持ってるやつでしょ？うん、そう。ナイフでめちゃめちゃ暴れるやつ。なんかわけわかんないことよく言ってるよね。そう。頭があんまり、良くないから。そうそう。俺は今、透明だとかなんか、言ってたよね。そう。これはね、またガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのビリニーワールドのアトラクションで日本にないやつに乗ってきたんですけれども、うん、そのジェットコースターでもね、事前の映像にキャストみんな出てるわけなんですよ、うん、オリジナルキャストが。で、ピース・オブ・ケイクってセリフがあるんですね、うん、まあ、日本語で言うと朝飯前って意味だよね、うん、ピース・オブ・ケイクって、ケイク簡単すぎるぜ、ピース・ケイクっていうのは簡単っていう、うん、だよね、うん、まあ、朝飯前だぜ、簡単だぜって意味なんだけど、そのセリフを言った瞬間にこいつがケーキはどこにあるんだって暴れ出した。アホやな。それ見て笑ってましたね。日本語だと朝飯どこにあんのって感じですかね、じゃあ。そうだね。朝飯前だって言ったら、朝飯どこにあんのって言ってるもんだから。笑っちゃったね。ディズニーはね、中村さんはディズニーあんま触れてないっていうのが俺未だに信じられないんですけれども。なんでよ。なんかね、普通に生きてたら日常に浸透してくるレベルの連中なんですよ、こいつらって。多分。いや。俺っちはどうだった？幼少から周り囲んでたよね。中村さん派です。マジ？はい。チタとアジの特有のものなのか、これ。近いじゃん、うちからなんだかんだ。そんなに地元遠くない。まあ、俺暮らしてたのは海外だ、ね。あ、確かに。うん、そうか。ディズニー一切触れてない人、他にいます？さすがに。小さい時。さすがによね。ほぼ見てない。ほぼ見てない、うん、家になんか薄汚れたミッキーのぬいぐるみが一体あったみたいな。多分誰かからもらってきたんだと思う、小さい時にね。で俺がよくそれを足の部分を持ってグーンってやってて、うん、なんかちぎれたりしてた。ミッキーマウスを、うんうん、まあ、こういう顔になりますわね、うん、ぶち切れてたな。これ回してる中村さん側の顔で。でミッキーはこう、あ、回されてる。クソガキやーって。絶対に仕事はやらない。ディズニーから絶対に仕事はやらない。思ってんのかな。思ってんのかな。そんな感じだったよ。うん、まあ、本当に触れない、まあほら、やっぱり地域的なものもあるじゃん。うん、まあそうかもしれない。その遊びに頻繁に行けるような距離感とかじゃないとさ、あれだし、そもそも
小さい時にディズニーに触れるかどうかって親が興味あるかどうかでしょ。まあそうかもしれない。絶対的に俺からチョイスはしないじゃん。まあそれとあとは普通に出歩いてるともうそこら中にやっぱディズニーグッズってあるから、うん、なんとなく買って手元にあるとか。いやゾイドしかなかったね。うん、徹底してんな。手の届く範囲にはゾイドとガンダム、うん、だったかな。中村さん高クオリティなアニメーション好きっすよね。好きだけど、うん、見たことないもん。ディズニーのアニメーションって作画面とか見てもむちゃくちゃ見どころあるんで。まああるけど、うん、改めて見せてみたい気がしますけどね、うん、ディズニーとかもずっと見てくとこれ作家が誰さんだとかなるの。そういうもんじゃなくない。俺作家は気にしたことないけれども。いやそうでしょ、うん、日本のアニメって、うん、カットごとに顔変わるのよ。うんうん、うん、言ったら統一されてないっていうか、うんうん、だから、あ、ここからここのカットは誰それさんが描いたんってすんごい分かりやすいんだけど、ディズニーのアニメってそういうの感じたことないんだよ。頭からお尻まで通して同じクオリティなんだよ。まあ、確かにカットごとのブレは少ないかもしれないけど。少ないと思うけどね。まあ、分かんない。気づかない何かあんのかもしれないけど。時代によりですね、例えば、不思議の国のアリスとかは、うん、結構カットごとに雰囲気変わる気はします。表情の。うん。見てほしいけどな、どれを見てもらったら面白いかな。中村さんが見て、うん、これは面白いねって納得するようなディズニーアニメ。僕もライオンキングしか通ってないんで。でもライオンキングおもろいよな。ライオンキング面白かったです。歌うしな、なんか。あ、でも僕幼少期それすごい印象強くて、うん、あったんですよ一応、うん、ディズニーの作品は家にあったんですけど、うんうん、なんかその作品の途中で歌って踊り出すじゃないですか、うんうん、あれにすごい違和感があって、あんま見なかった記憶があります。へぇ、そこは違和感とかあるんだ。もうなんかそのミュージカルいらなかったから。うん。なるほど。もなんかドラマ進まないかな。あ、そう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 、進めてと思いながら。かわいそうにな。なんでいや、いや、なんかこう、感情を育む機会。いやいやいや、なんでその、それが理解できないとダメみたいになるの。なんてことはないですけどね、うん、でも今大人になってみるとクオリティの高さにびっくりすると思うんですよ。俺もね子供の頃漠然と見てるけれども、うん、やっぱ大人になってからディズニーアニメ見直すと作画面のイカれた動きの良さにびっくりさせられることの方が多いんですよ、うんうん、これこの時代にこんだけヌルヌル動いてるってどういうことなのって思ったりしますし、うん、だからできるだけ古いやつ見てほしいかな。今のやつはさっき長尾さん言ったように安定してるから、うん、してると、フラットはフラットなんですよ、うん、作画がすげえとかじゃないんですよ。そういうのはないよね。コンピューターグラフィックスですし、うん、手書き時代のディズニーのアニメーションを見るとまた印象も変わると思うんですよね、うん、俺も好きなのはどっちかというとそっちの方なんで。小さい時普通にテレビでやってたバックスバニーとかの方が見てんじゃない。あールーニートゥーンズの方、ね、そう。あとなんだっけ、猫とネズミのやつ、トムとジェリー、トムとジェリーのやつ、うん、あれ今見るとかわいそうだよね、猫の方がね、うん、散々な目や。この間なんかフィギュア出てたけどさ、うん、フライパンで叩かれた後のトムみたいなの出てたけど、うん、なんかかわいそうだよね、猫ってなってるやつね。フライパンの形になってさ、うん、ちょっと切れ気味の顔してるやつ、うん、俺もね子供の頃からトム頑張れトム頑張れってずっと応援してたの見てた。俺もそう、俺ネズミ嫌いだったもん。やっぱそうっすよね、腹立つんだよ。ジュリーちょっとやりすぎっすよね。やりすぎなのよ。俺たまにトム何も悪いことしてないのにいじめすぎじゃないって思う瞬間あるんですよね、うん、ちょっと追っかけただけなのにさ。猫とネズミの関係性だからトムは本能で動いてるんですよ、ジェリーは悪意で動いてる。やってやろうって。そう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 、だからねトムがずっと応援してたんですけどね、勝てなかったな、うん。あと鳥もありますよね。あ、鳥ね。鳥。黄色い鳥。黄色い鳥。あいつなんだっけ、黄色い鳥の名前。猫ちゃん、猫ちゃん、かわいい猫ちゃんとか言う。わかんねえ。黄色い鳥？チョコボしか思いつかない。おむつ履いてるみたいなやつね。おむつ履いてなかったっけ？おむつ履いてないんじゃない？おむつ履いてた。黄色い鳥。トゥイーティ。僕は全然わかんないですね。トゥイーティ、トゥイーティでいるよ。うん。トゥイーティの方？トゥイーティじゃない。こっちの方？うん、うん、そう、このトゥイティね、これ、この黄色い鳥も猫と絡んでて。絶対わかんないですね。これでしょ？そうそうそう、トゥイティ。このドラ猫みたいなやつ。これライバルキャラ、そう。鼻赤のドラ猫みたいなやつ。うん。これもね、トゥイティ、悪意なくというか、無邪気に邪悪なことするんだよ。うん。
悪い顔してるもん。無邪気なのに致死攻撃を加えるんですよ。致命の一撃をしょっちゅう加えるんで、それも見ててね、猫さんかわいそうって思いながら。そうだね。昔のカートゥーンはそう考えると、バイオレンス描写が多かったから。バイオレンスで、ね。いじめられてるような感覚になってたんだよな、片方。いやそうだよ。うん、どう思う、このフィギュア。ベコベコですね。トムがベコベコになってる。トムのフィギュア。ひどい目に合わされ、あ、これかわいい。うん。ああ、トムのクリスタル。クリスタルの置物。このピンバッジとか、マニアックだよね。家いっぱいに大きくなっちゃったアリス。ああ。これ、このピンバッジ、なかなかお気に入り。うん。一番、うん。一番くじ、傘を食べたトムって。かわいそう、もう。顔がね、あの傘型に傘をガッて突っ込まれて、ガッと開けられるやつ。一番くじになってんの一番くじ。まあ、トム不憫だからこそってのもあんのかな、こういうのって。どうなんだろうね。うん、でもね、ルーニー・テューンズ楽しめるんだったら、ディズニーもやっぱ楽しんでほしい。楽しめるかな。最近の作品なら、ズートピアとかね、割と見やすいよね。ズートピア見ましたね。うん、面白いよね、あれ。面白かったっす、あれも。最近のは見たいのは、ズートピアとかもいいと思いますしね。まあね、そんな感じで、ディズニーグッズは今後もバンバン出していきますんで、はい、いろんな、まあ、パートに分けていきたいと思います。お楽しみに。